おはようございます。何よ、こんな朝早くから。もうな、ウグイスダニよ。そう。またあれじゃん、どうせ。今日の企画ですか。でも歩こうぜ、恥ずかしいわ、こんな駅前で。不足だろ、どうせ。いや、マジで違う。いや、違う。違うことはないでしょ。ウグイスダニなんだから、ここ。お前に、今日は風俗、卒業してもらいたくて来た。その前回みたいにさ、ああいう悲劇が起こる。もう嫌だよ、あれ、マジで。でしょ？で、お前またそれでさ、引きこもり、うつ病生活始まっちゃうじゃん。あの後、マジ、本当に2週間ぐらい家で家いたからです。でしょ？悲しいから、俺も友達として。お前に風俗やめてもらいたいための企画。そういう施設用意されてるから、はいはい、このウグイスタニという地で。ねえだろ、そんなとこ。いやいやいや、俺も。でも今回は俺もかなりリサーチを重ねて、お前に付属やめてもらえるような施設を探し当てました。ああ、そう。そこに連れてきます。はい。なん、何それ。そこの名前、デッドボール。デッドボールじゃん。いや、付属じゃん。いやでも、いや、いやそこの、あのホームページの案内に、恋人や、あの奥さんのために風俗をやめたい方がここに来て、もう一生こんな風俗なんて行きたくねえっていう。それ何、自ら歌ってるんですか。うるせえな。そう、自ら歌ってるんですよ。自分で言うのそれ。うん、そよほどやばい。あれってことでしょ。まあやばいんちゃうの。化け物ってことでしょ。うん、デッドボールってさ、なんか炎上してたじゃん。してたね。なんかやばいっしょ。でもあれはさ、すごいなんかモラルないやつがさ、そのクリスマスにこの女性を指名して、リツイートの数だけ、なんか数の時間、指名するみたいな。それはさ、女性に対して失礼。そんなことはせんわ、俺ら。まあ、結構ボロクソ言ってたけどな、この間のやつ。で、まあ、いやでも、いや俺はもうやだ、 俺行くのは無理、それは。でもデッドボールはそれは公平に決めようよ、それは。そうやな。え、いや、それは乗るわ。あ、いいんかい。ただ公平、俺も、不平等はあんま好きじゃないから、公平に行こうや。じゃんけんちゃうの、こういう時。じゃんけんしよう。いいの、じゃんけんで。全然いいよ。あ、いいんだ。うん、いいだ。じゃあ、マジ負けたらお前マジ絶対行けよ。いや、もち。じゃあ、もう一発ね。はい、ガチでこれ負けたらお前行くんだよ。いいっす、いいっす。よし、やろうじゃん。最初はグー、じゃんけん。今回チャイエスに行くのはこの男、チャイエス狂いのクランパー、なるみ。勝った勝った、勝った勝った。おめでとうな。いいの本当に俺言って。いや、いい、ありがとう。勝ったのお前やな。ありがとう。じゃあ行ってくるわ。で、今日のね、戦場、小宿ホテル3階からね。あれ、もう一応旅館って書いてるわ。旅館なわけねえだろ。クソ安い。じゃあお前検討になるわ。デッドボールイッチャイニーズ。おバカ。はい、今、成美くんがデッドボール草野球1時間コースに旅立ちました。で、今僕は待機中なんですけど、ちょっと1時間もあるんで何しようかなってところで、このウグイスタニという地をね、散策してるんですけど、ほんとラブホテルしかないっすね、見渡す限り。皆さん、あの動画の投稿がね、滞ってまして、ほんと申し訳ないです。卒業論文が終わり次第ちょっとペース上げて配信していくので、じゃ皆さんもうしばしお待ちください。すみません。はい、あとね、私あの究極のねオナニーを求めてる時期がありまして、その中で出会ったあの一つの方法というものをね、ちょうどウグイスタニに散策してたら見つけたので、ぜひご紹介したいなと思って。というのも、あの VR を使ったその DVD 鑑賞っていうものがあるんですけど、そのボックスさん皆さん見たことあると思うんですけど、これですね、これですね。
はい、今お見せした DVD 鑑賞でその VR AV が見れるっていうサービスなんですけど、非常にクオリティが高くて、この AV 女優と本当にセックスしてるかのような疑似体験ができるっていうものになってて、で僕もなるみもすごい非常にお世話になってた時期があったんですけど、もうキスシーンとかもう目を背けてしまうぐらい、目を背けるぐらい恥ずかしくて、恥ずかしくなっちゃうぐらいリアルなんですよ。なんでまだ体験されてないって方いたら、それぜひ行ってみたいですね。お願いします。バチ、今ね、なるみくんから連絡が来たんでお出迎えに上がりますわ。いやお前なんでデリヘル嬢っぽくすんだよ、お前が。ちょっと今ね、ここちょっと線路やばいのと、ちょっとあのホテルの入り口ちょっと情の出入り激しいんで、ちょっと場所変えますわ。お前もうええって。もうええって。もう歩き方も女っぽくすんな、お前は。いや、もうダメだ。ダメね、どうした？ドラさん。なんで？ダメだよ。ドラさんって何？マス。ドラゴンさんって。お前ドラゴンって呼んでって言うじゃん。自分のこと気持ちいい。いや、すんなり呼んでくれてんのね、お前。いや、なんかさ、いや、まずさ、そのコンコンってさ、まあ、ホテルのドアノックされてさ、ホンチャーンって、ホンチャーンって言ってくるの。ホンちゃんって何だよっつって、ガチャって開けて、こんにちはな、どうやら、どうやらこんにちはなんだけど、上下4本歯がねえのホンちゃんって言ってきて、歯抜けか、歯がねえの、上下だよ、上下で、上下の前歯、あれでしょ、バカボンのレレレおじさんみたいな。おお、すごい突っ込んだ、まず突っ込んだ、突っ込んでだろ、無理だよ、でさ、いや、もうそれいいんだけどさ、172だ、でけえの、まずその馬が、お前よりでけえじゃん、俺よりでかい。ベッド座ってさ、喋るんだけど さ歯がないからさ、はい、何言ってか分かんないでしょ、で、まあまあちょっと怖いよ、ちょっとでかいからなんか威圧感があって、ちょっとまあまあガタいいし、その横の方も筋肉ついて、いや別にいいだろその怖さは。怖いわ、なんか新日本プロレスの大好きっつってて、本当にそう。なんかマッチしてるね、なんか女子プロに入ろうかみたいな話をしてて、っていうような人だったんだけど、いやでも今はもう50後半とかな、ってペット行くじゃん、でも、やっぱさ、立たねえよ、最初は。まあね、うん、で、もう全然なんか乳首とかいじってもらったりして、最初はね、で、なんかあんまクニャ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 って、そのプレイ入る前の会話とかなかったの？会話してたけど、ほぼ聞き取れない。聞き取れない。はい、はいって言ってもしのいだけど、歯がねえからか。歯がねえんだよ、歯がねえから。で、まあまあ、なんとか立ってね、それで。なんかフェラー始めるんだけどさ、なんか口がさ、フェラーあーとかおーじゃない、なんか普通あーとかおーじゃん、いいのいいの口で、なんか歯茎で挟むの。すごいそれ。なんか歯茎挟んできて、なんか硬いな、マジで硬い唇みたいな。だから最初唇かと思った、唇かと思ったら歯茎だった。歯茎でしごかれて、でも地味に気持ちいいんちゃうのそれ。気持ちくないよ。違うんだ。変な感じ、歯茎みたいなのされて。歯茎きなんかね、わかんない、ちょいちょい痛いの、たぶん残り歯があるんだよね、残歯が。残歯、歯に残歯、残歯の歯いってんだよ、ちょいちょい血出るかと思って。それでさ、いやなんかもうちょっと痛いですって言って、手こぎにしてもらってさ、やったんだけどさ、全然ダメだったから、なんか秘密道具みたいなの持ってきてたの。いやおもろっ、オプションで、なんかそれなんか使えるみたいだったから、なんか目隠しとなんか手錠があったの。だからちょっとそれやってもらって、
なんか本気でちょっと本気でちょっと犯すっていう気持ちで、ちょっと手告してもらっていいですかって、うん、お前リクエストした。そう、俺がリクエストして、俺が目隠しながら、あーって言いながら、で、向こうに押さえつけられて、プロレスにね。そうそう、プロレスさながらに、うん、そう、行きました。行った行きました。それで行った行きました。行ったなら文句言うな。キラーフレーズなんだ、それ。そう、これ、俺の決め台詞。やっぱもう来たくないよ風俗。ああ、じゃああのコンセプトはしっかり合ってるんだな。いや、わかるわ。本当にもう、うん、もう見た瞬間、何のためにこれ金払ってんだろうって、うん、なって、うん、もう本当に一切の風俗に来たくなかった。だから本当にお金貯めてさ、うん、家族とか旅行連れてきたいなと思って、うん、アタミとかね。おう、うん、え、めっちゃお前改心してるじゃん。からバイトとかしてさ、うん、今さっきもバイトで見つけたんだけど、うん、カフェとか始めようかなって、うん、スターバックスで、はいはいはい、やると思います。はい。ああ、じゃあ、うん、すごい良かった。良かったです。構成プログラムの一環としてね。はい、良、はい、かったです。じゃあお前もう風俗行かないってことでいいのね。いや、行かねえよ。もうだよね。本当に、いや、もう本当にもういいや。 OK。 実はさ、次回の企画さ、お前に結構酷使させちゃったからさ。酷使？国士、国士、うん、バンクシーみたいな。え、何それ。別にお前の下腹部をさ、国士させてしまったから。女性の言い方すんな、お前。え、下腹部女性しか言わねえんだ、それは。で、申し訳ないから、ああ、吉原の高級ソープおごってやろうと思ったんや。え、本当に。本当だよ。でもお前も風俗行かんってことはもうええわ。もうやめや。え、おごりってこと。もち、行く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 